さて今回は愛媛県の今治市で、次の日仕事だったので前乗りで新幹線で福山駅でおりましてですね、ここから車で相方とマネージャーと3人で車でですね、しまなみ海道を通って今治の方に行って、で夜にですね、ちょっと向こう あのご飯屋さんをちょっとネットで調べてましたので、そこで、まあ、3人でね、久々に福田さんと飯食うのも久しぶりですけど、3人で行こうということです。もう本当に取り留めのないやつですけど、ちょっと暇な人だけ見てください。めちゃくちゃにぎ、ここだけめちゃくちゃにぎわってるやん、なんなの。すごっ。どこに座ったらいいの。あ、これ。なんか今治焼き鳥みたいな。今治焼き鳥。うちの家置いてる。なんか山口が何個か送ってくれたやつ。今治焼き鳥のやつ。天山鬼。なんかあれや、串に触ってないぞ。ああ、そうや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 。だから友近が美味しい美味しい言って。ほんま。今治の焼き鳥。串に刺さってへん焼き鳥。焼き物。ここは手作りもあるみたいな。鍋もある。獅子鍋とかある。もう60やぞもう。あら、阪神や。阪神。獅子鍋。獅子鍋。イノシシですか。そうだ、イノシシ。まあ、あれたら取れんねやろな。失礼します。今水ありがとうございます。これ今治焼き鳥みたいなのって、今治焼き鳥っていうのはですね、もう鉄板でプレスして焼くのが全部今治焼き鳥です。もう出てるの全部今治焼き鳥。そうなんですね、はい。じゃあなんか適当に言う。親皮と、はい、鶏ネギと、鶏ハラミ塩焼き、はい、鶏レバ刺し、はい、おすすめあったりするんだ。レバ刺しなんですけど、ちょっと量少ないんですよ。一人前で。いや、二で。レバもこちらに書いてある。お刺身ですかね。お刺身。赤貝ください。赤貝、はい。とりあえずそのぐらい行ってくれ。いいですか。はい、お願いします。ほなほな、はい、お疲れさまでした。阪神35年ぶりか。よかった。そや、今何回。今もう、あ、また5回。あ、5回か。じゃあまだ6-0。まだ分からんわ、このシリーズ。ちょっとまだ分からん。オリックスも力あるから。確かに。うわ、これはいいな。味噌ホルモンって何。フグザク。フグモン。え、フグザクってフグの刺身。そうやな、こんな灰皿久しぶりだな。あ、これない最近。昭和の俺のおじいちゃんとか使ってやつ。ないや、これ。いや、いいっすね。はい、出ました。だからうわ、うまそうや。いらんわんや、なんでうまい。わかめなんすか。わかめが好きやね。うん、うまっ、うん、珍しいね、この薄切りになってるパターンもないわ。
確かに入れ込みパンパンパンって入れてるのが多いのな。うん、うん、うまい。いや、まずわさび行き過ぎちゃう。エロいだろ、エロいだろっていうさ、今読んでる小説でそんな話だけどさ、マイノリティ中のマイノリティの性癖の人の話やね、うん、学生時代エロ本見せられてさ、おいおいどれが好みだよとか言われるのがすごい嫌やったっていうさ。こちらもお庭になります。どんな小説読んでるの？いやいや、めっちゃちゃんとした。え、あった性欲っていうさ、まさに、ああ、あれと流しやん。あ、そうなんですか。うん、うわぁ、すごい。もうほんまにそういうマイノリティの性欲。うん、喋ったらいかんとか、まあ、理解、そんなのは思ったことないね。これは食べへんのをどう解決するかみたいな。めちゃくちゃ。まあ、俺ちょっと甘め。うまい。うまい。私のことだめしちゃって。めっちゃうめえ。なんでこう腰から外す感じなのかな。確かに。今治焼きでしたっけ。今治焼き鳥。今治焼き鳥でいいやけんね。なんか今治は商売人が多くてせっかちで待つのが嫌いだから、もう串通すよりもたくさん焼いて出すっていう方にしたらしいです。親皮っていうのがいってもや皮ってこれ皮っていうか身もついてる。酒に合いすぎるなこれ。もうあ、来た来た。ちょっとな、ちょっと合ってるのかな、最後まで歌えてないけど、途中でピーターも終わるわ。これ映してるやつなんかな。あ、鳥やからいいか。あ、レバーいい。レバー、鳥レバー。牛はあるから。あればね、これが先代ね、名物。これ、そうだ。買いとかの忘れへんか、先代。覚えてる？覚えてるすごい。あの大阪の西中島に仙山記のお店が。ええー、そうなんや。まあね、まあまあそれはあるけどね。まだ並んどるよ。なんか聞こえてくる方言がいいな。いやレバーうまい。レバーうまいわ。これうまいやろ。これこのタレにそう、ごま油に塩溶いて、あ、ごま油に塩溶くんだ。ガムテがもう、あの、レバ刺し、うまい、うまい、レバ刺し、うまい、レバ刺し、うまいわ、うん、レバ刺し、うまいわ、あ、これすごいわ、臭み出る、レバ刺し、うまい、失敗ないよ、それは、失敗じゃないよ、これはうまい。俺頼んだんやけどな。俺が注文したけどな、レバ刺しええんちゃうかっつって。いや、これやっぱ俺確かにね、福田さんの功績ですよ、これは。俺が発案してよかったな。俺がおらない、まあ、俺、店選んでんの俺やから。でも前乗りにしたの僕のおかげですから。いや、前乗りしか無理になったん、スケジュール的に。そうね、前乗りしか無理にした。レバーうまっ。レバーうまい。これうまい。失礼します。あ、すみません、耳の、はい、今日は言うの、まあ、同窓会とかしてる。まあ、成人式の時にあったのと、あと、もう3、4年前ぐらいに地元で会ったの。まあ、それも同窓会っていうか、本当こう何人か集まってっていう、一人なんか感知してくれた方がいて、年末年始に。いや、その昨日その、はい、そうなの、イベントのやつで、はい、地元の前をこうなっていっぱい来るの。あれやな、48あったらなんかなんとなく可愛いと思うな。やっぱ同級生とちょっとちゃうよね。なあ、全部その返していって洗濯機もとてもいい。うまい。春ちゃう。なんか衣とかが多分ダメ。
千山さん。その唐揚げよりも味濃い。失礼します。あ、いいですか。千山って普通の唐揚げちゃうんですか。味がついてるんですよ。鶏自体に味付けて、漬け込んでからやったやつ。はい。千山切ってます。それこそ同窓会、同級会とかないんですか。俺なくて、そこ以外今月いるんかな、オフィシャルみたいな、すごいなんかどっかのホテルでやりますみたいな、めっちゃみんな来るみたいなやつはない。一部の友達みたいな。あ、そうですよね。なんかこう、そう、昔別に仲良くなかったとしても、今連絡つく人みたいな、なんかこうタクトなるやつがいて、そいつがこう連絡取ってくれてみたいな。だから割と昔あんま喋ったことない人とかも集まったりとかしたら、あ、なんか覚えてる覚えてるみたいな感じで、で結局みんなもう思い出が一緒やから、割となんか学生時代に戻るけど、こんな年でもほんまに学生時代に戻んのよ。言ったら18やとしても30年前なんやろな。え、その今まで正式な同窓会みたいなのあったんですか。一回もない。ないのって誰がやるんですかね。同窓会委員会みたいなのがあんの。あ、そうなんですね。学校が やれって言うわけじゃないもん。多分ちゃんと同窓会委員みたいなのがちゃんと頑張る人がいて機能してるところはやんのかな。うーん、それもだからどこまで声かかるかすごい。いやな、今回の、昨日のやつも俺の地元の俺が高校の時仲良かったグループの、やつらも言ってるけど、全然知らなかったよ。福田の属してたグループと、俺の属してるグループが微妙に違うねん。まあ、みんな友達やねんけど、こう密に遊ぶグループは違うん。まあ、一番ベタなのはダウンタウンさんが仲良くないからそれをもう押してみたいな、その流れやと思うよ、まあ、俺ら世代は。そう言ってもお互いの電話番号知らんとかさ、やっぱダウンタウンさんのこう作った世界観でやっぱり、はい、はい、いいですか、はい、順序を置いていきます。回してもらっていいですか、はい、すいません。はい、どうぞ。言うていらんけど、これはどうもできない。全部うまい。同期やん。羨ましいって知らない。俺いるやん。ちょっと言うやん。柳部さんとまこちゃんいるやん。いるやん。けど、厳密同期じゃないし。まあ、NSC に同じ学校に行ってたっていうのが多分ネックなんやね、必要なんやな。共通の思いにはないから、別に一緒にある時そうこうしたなああしたなってないから、私のごめんは羨ましいよなってすごい思う。なんかアメトークとかでありそうですよね、 NSC 行ってない芸人みたいな。なありそうやな、普段もそうやし、ロザンもそうやし、実は NSC 行ってない、ミキとかも多分NSC みたいで。え、そうなん。ミキ多分普通に入ってきた人ですよ。シャンプーさんかな。あ、ミキなんか意外やな、言ってたやな。俺やってほしいな。もしゃべしゃべとんか無理やけど、決めつけで僕にいない人で、ヤギさんと俺と喧嘩の理由は、この彼女が来て分かったけん、勝ちゃんお前さっきそこまでお前が悪いよとか、頭さっき同期がおらんやつ、それで言うじゃん、謝らせて、謝れ、言ってほしい、謝れ、言ってもお前で言うさんだよ。同期が厳密に言うと、同期も誰もおらんやろ。けど、その、キリの木が、残ってないんだよ。誰も。あ、そうなんや。シナショウさんもそうですよ。同期誰もいないですよ。あ、マジ同期誰もいない。俺は、俺の中で一番孤独なの、ヤギさんよ。同期一切ほら、うち、ヤギさん今、筋肉が白いんだよ、見てるの。え、なんだい？いや、あいつ会社喋やめて。喋らないでいい。めっちゃ寂しい。喋ってくれる人に、ヤギさんに電話するんだけど、ヤギさんはもう優しいから、同期みたいな扱いできないから、ちゃんと言ったから、あいつの親友は今、ヤギさんだよ。へぇー。めっちゃ喜んで
ぐ寝て、まあ、健康ボーイズやもんね。そうそうそう、なんか同期って特にこの日本って一枚乗っかってると思うんだよ。っていうのは日本には敬語があるやん、はい、同期って敬語で喋らんでいいやん、お互い、はい、これでかいと思うね。どっちが上でも下でもない感じ。特に芸人みたいなこの言語のコミュニケーションの人たちは敬語かタメ口かでなんか割と分かれ、なんか結構な差があると思うんだよな。それこそなんかこうならないですか、なんか福田さん含めもうみんな同期にしようみたいな瞬間が、もう全然もう余計みたいな、全員タメ口にしようみたいな、なかったんですか。それこそシャンプーさんが一回、まあ厳密に言ったら半期上やねんけど、はい、あシャンプーさん、シャンプーさん NSC 行ってないから、はい、半分上やねんけど、はい、社長ヤバくとは、はい、シャンプーさんは若手の頃からずっと遊んでたから、はい、もう同期みたいな感じでやってたの、はい、で、グラマーと俺だけ、はい、後から劇場に出てきたから、そこにはやっぱりちょっと入って、なんか敬語やったから、シャンプーさんは。で、ある時次長課長とかヤバくと俺らは敬語で喋ってるから、ブラマヨも、はい、もう敬語やめてみたいな、はい、シャンプーさんが言ってくれて、はい、で、まあよし分かったって言って、はい、ブラマヨは切り替えてる、で、そっからちょっと遅れてなんか俺追って、はい、ブラマヨもこうやから、はい、もう徳井君も、はい、敬語やめてみたいな、溜めていこうみたいな、はい、なってんけど、はい、やっぱ俺一旦やめてんのもあるから、特に後から来てるから、ね、もういやもうさすがにもういや無理ですわって言って、だから未だに一応敬語やけど、まあ、恋ちゃんとかは割とプライベートでも会ってたから、この、まあ、緩めの敬語でやらせてもらってるみたいな。ウロちゃん、ウロちゃん、はい、うん、あウロちゃんも持って、ウロちゃん2つ、はい、45を超えたおっさんの先輩後輩誰が興味あんだよ。おっしゃる通りやん、まあ、ほんまにどうでもいいよな、ほんま、いやいや、この兄さんが半年先輩なんですよ、誰が興味あんの、いやもう誰も知らんよ、吉本以外誰も知らんよ、本ちゃん来てないしっていうのが、でももうおっしゃる通りと思って、俺は結構もう同い年はダメで行くようにしてる、もうめんどくさい、いいですね。てか他の事務所そうやしな。いやそうや、普通に年齢でやってるからな。でええやん、でないかごちゃごちゃ言われてるから返せるやん、こっちは別に、はぁって言えるやん、マジで別に、だからまあもうな、四八の人間がさ、それでさ、あ、すみません、すみません、すみません、食べてとはならへん、悪いねって言えるやん、用的でんな福ちゃん、でもそうやね、みんなそうやん、ね、そうや、ね、いや違う、そんな面白いのは返せんやん、みんな父さんも好きやったけど今は言うじゃん、そんなもんだよね、今も同期も先輩これもそんな俺ら世代ないでもないやん、だって友近はレイジ君って言ってるの、あんま、そうよ、その人レイジ君って言ってたの、レイジ君、レイジ君って言ってた、いやもうそういうことやん結局、多分年齢で同いはずなんですけど、そういうことやん、で出場者の人が今から泣けねえやん、どうでもやっちゃダメやほんまにてか、はずいしもう、いや、案外はずいねん、もうなんか何期がどうこうとか、やっぱテレビとかでそういう企画になったりとかどうしてもするから、はい、まあそうですね、先輩後輩トークみたいな、そういうのはしゃあない時あるけど、はい、でそれこそこの間クワバタ大原のクワバタさんと品翔さんの YouTube でコラボしてるんですけど、そこもややこしいというか、あややこしいわ、多分13期ですかね、うん、けど一回やめてる、一回そこ抜けて別の事務所入ってるから、品翔は後輩だと思って接してた、でもこの間その俺があれ確か徳井さんの同期でしたよっていう話をして、品川さんがえそうなんてなって、でも年は上だしみたいな、いろいろこう掛け合わさって、
いやだから結局なんでほんまな、それな、先輩か後輩かこう明確にやっぱ一応芸人の世界縦が割とあるからせなあかんみたいな、なんのって言葉遣いどうするかっていうだけの話やから、別に尊敬してるかどうかって別にそれは人と人とやから、別に先輩でも尊敬してなんかできひん人もいれば後輩でも尊敬できるやついるやん、ってなったらもう言葉遣いをどうするかっていうだけやんか。そうやん、ね、だからこれだからまあ日本敬語ってなんか、まあ、日本語の美しいところでもあり、なかなかややこしい面倒なところでもありみたいな、なんか敬語がもしなくなったら、はい、割と先輩か後輩かなんか、はい、その気にせえへんくなるというか、あんまりそう、まあでも少しね、お会計の時ぐらいじゃん、先輩が一応おごるから、3分の2で間違えたらもう一度だって俺そっち入る時1回目合いましたね俺。それで福田さんこっちですよって言ったら福田よって言ったら目合わへんからな、ね、これさ、お前 YouTube でさやる時どうすんの、これ撮ったやつをどうすんの、編集してやる、普通にあげるって言う、福田さんもやりますよ、やるか、いいですよ、僕がなんかこう福田さん考察してするたらあげるチャンネルとか、いやでもそれこそさ、なんか俺 TikTok なんかから見てたら流れてきたのが昔のしゃべくりで、はい、相部咲ちゃんがゲストに来た時に、はい、福田さんがさ、まあ、なんかのノリでこの中でその誰が好きみたいなのがあって、相部咲ちゃんが福田さんって言った、なんでなんでってなって、ちょうどその相部咲ちゃんがうちの DVD チュートリアリズム3かななんかを買ってくれてて、その中の DVD の特典映像で福田の一人酒っていう、福田が一人で酒飲んでるところを定点で撮って、いろいろなんか飲みながらテレビになんかダメ出しする、テレビに出てる芸人にお前もっとそこで言えとか言ってんのをもうベロベロなって飲んでるっていうのが相部咲ちゃんが大好きで、それ見て福田さんのファンになったんですみたいな言ってる人がいたから、そういう YouTube やったらええんちゃう、これはええやん出したやろ、福田も酒飲んで別に回ってるだけの話やから大した労力もないし、これはええやんだ出したと思うで、一切やらない、やる気もない、誰の帯がないんだ、私は認めない、私は認めないから、私は認めない、もっと流行ってよくなかった、流行ってたよ、私は認めない、もうちょっとじゃないですか、何ですか、私は認めない、え、知らんやん、糸田純ちゃんの私は認めないやん、あれもっと流行ってよくなかった、あれ流行ってなかった、甘いがあったからな、やっぱり甘いが、そもそもが浅香光代さんっていうのがあるから、ベースが浅香光代さんベースっていうのがあるから私は認めない、私は見てね、面白くなかった。